ご、ゆっくりお楽しみください。こちら、ファミマで、ファミマで、ファミマ、ピーマンになってる、ピーマンドーナツと、キャラメルドーナツとショコラを食べたいと思います。なんかね、なかなか皆さん、ピーマンになってます。前っていうのが本当にあるんですね。あんこーナツはどっちかというと、こういう形状のイメージが強いですか。そう考えると、かなり大きいですね、これ。では、中身は、こんな感じになってます。思ったより案が少ないような多いような、どっちなんでもいきます。では、いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。クランチドーナツが濃厚にふわ、そしてカラメルの生地の中にあんこがやっぱり多めに入っていて、さっぱりとした甘さを感じることができて美味しかったです。生地の食感も程よく引き出していて良かったです。あんパンとはまた違った美味しさがあって良かったですので、こちらも点数とさせていただきます。で、じゃん。キャラメリとナッツショコラは、キャラメリとの香ばしさが思ったほどなかったですね。ナッツの上だと感じられるんですが、パンの上ではあまり感じられない、ちょっとそういう部分が残念でした。ショコラも思ったほどではなく、なんか名前負けしてるなっていう気がしましたので、こちらの点数とさせていただきます。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたら、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。